7年前の3期の最終で落ちてしまっているので、もう本当にラストチャンスだと思うので、そのもう今やるしかないなって思います。自分が本当に上半身だけで踊っていて、体が全然使えてなくて、なんか私ばっかり注意されて、なんかすごいすごい、もうどうしようってなってます。技術はもう先生に言われたことを今は注意してやって、いきなりは上手くならないので、その注意を守ることと、あとは本当にその歌詞の意味と自分の気持ちを踊りに込めてできたらいいなと、3日間のなんか自分がどれだけ成長したかを先生に見せられたらいいなと思います。すごい負けず嫌いなので、自分がどう自分に厳しくできるかっていうのがすごくなんかこう大事にしてます。はい、ダンスも全部一番に なるつもりで全部やっていて、でもいざ自分の踊りとかを見ると納得いかないことがいっぱいあって、今日絶対完璧に踊ろうって、先生の前で踊ろうと思ってすごい練習したんですけど、やっぱりなんかプロになるには足りないんだなって思います。なんかダンスの練習受けてたら、なんか本当にイケメンやりたいなってすごい思って、だからもっと頑張らないとと思います。